キャスカのお守りを頼むぜ。はい、私に任せてください。キャスカさん、あなたには随分とむごいことをしましたね。謝罪します。さて、追っ始めるか。これでよし、終わったわ。最後に大きな仕事になったわね。懐かしいのではなくて。まさかこれを持ち出すことになるとはね。これがどれほど危険なものか、お前に分からぬ道理はあるまい。分かっているわ。ずっと見守ってきたのですもの。でもなればこそ、これからの旅路であの子たちには必要なものとなるでしょう。因果なことだ。いいえ、私はそうは思いません。人は同じ過ちを繰り返すように見えるけれど、因果は決して円環ではない、螺旋なのです。あの子たちがあなたや私と同じ道を選ぶとは限らない。確かに。来たわね。私の霊力も随分と弱まってしまったのね。こうもあっさり結界を破られるなんて。戦ってくださるの？でもどの道私は。なればこそ安らかにあれ。ありがとう。あなたの真心忘れないわ、古き友よ。魔女っ子シール家の鬼退治、ここいらの新しい伝説になるわね、きっと。そんなことない。私にできたのは些細なことだけ。クリフォトが閉じたのは何か別の力、私の術ではない。ガッツさん、どうしたんだ？傷は塞がったんじゃねえのかよ。いいえ、これはかなりの深手です。肉体の傷は確かに塞がっていますけれど、幽体の傷が癒えずにそのまま残っているのです。大したことはねえよ。ちょいとした立ちくらみみてえなもんだ。肩ぐらい貸しますよ、不本意ながら。いいって。ガッツさん、私たちが脱出した後、一体あそこで何があったのですか？ぶん殴ってやったのさ、こいつで一発。天使気取りの化け物を。そんなことが。人間にそんな上位の霊体と戦える手段など。あの剣、隔離用のものを切り続けることで、その力に特化したあの剣なら、もしかしたら。
何？このオドの流れは。森の奥。ファルネーゼとキャスカはここで待ってろ。館にヤバいのがいる。トロールなんて目じゃねえ。奴らだ。消えている。お師匠様が危ない。こいつらじゃねえ、もっとやべえのが来てやがる。
見つかりにあがらすものとだけ言っておこう。そうだ、覚えているぞ。我らが主転生の時、異色の地に出現した騎士、あれは貴様だった。あんた、なぜここに。この館の主とは縁し深きゆえ。そうか、だからあの時トロールの巣。ここに、まさかてめえらの主ってのは。知れたこと。人外が主と定めるのはこの世にただ一人。裏やがら。ゾッド殿、この者の相手、このグルンベルドにお任せいただきたい。よかろう。かたじけない。このグルンベルド、鷹の団の一武人として黒い剣士に一騎打ちを所望する。何、今こいつなんて。貴様らがどの口で鷹の団だと。
様、この俺の戦髄を食らってへし折れんとは。だが貴様の戦いぶりは何だ。何の抵抗もせずに吹き飛ばされるのみではないか。なんて一撃だ。波状ついたに打ち込まれたみてえだ。人の姿のままだってのに力は波の人以上。シール家、よくお聞きなさい。我がマナ弟子よ、あれを黒い剣士殿に。あれってまさか。それよりこのままではお師匠様が。あなたには分かっていたはず。その時が来たのです。人が時の断りを超えて生きながらえることがいかに罪深きことか、魔術師のあなたにならわかるはずです。でもやっぱり寂しいです。私、日だまりの元の膝枕も、ゴーレムたちとの午後のお茶も、みんな亡くなっちゃう。燃えてしまう。おい、どうすんだよ。このままじゃ。宝物庫へ向かいます。そこにガッツさんに渡さなければならないものが。あの人が私の運命なのかどうか私には分かりませんけれど、今あの人を救えるのは魔術師の私だけ。ベージュの森の魔女フローラの弟子である私だけなのだもの。戦士として我が戦髄にてほふるにはあたわぬ。コッパとなりて懺悔せよ。やられる。ガッツさん、すぐこちらへ。シール家、黒い剣士、これ以上まだ醜態をさらすか。俺を何たる余力。これが先ほどと同じ男の打ち込みか。
剣と甲冑を身に帯びた者に、いや、人間に可能な動きではない。杖なんてもんじゃねえ。人が悪いぜ。あんなすげえものもっと先に。あれはそんな生優しい代物ではないんです。危険です。それ以上あんな戦い方、ガッツさんも傷が癒えたわけではないのに。あれはドワーフによって作られた呪物、強戦士の甲冑です。挑戦しよう。のために光の鷹の下としてお相手つかまつる。人として授かりし、この力を用いて黒い剣士を葬る。ドラゴン。バカな、捕らえただと。人の攻撃を人間が。おい、今骨がいっちまったんじゃねえのか。甲冑です。甲冑が折れた手足を補強しているんです。肉を貫き、骨に食い込んで。どうしてそんなヤバいもん瀕死のガッツに着せたりしたんだよ。離れしてくぜ。人間、そう、あれじゃまるで、まるで。体で暴れ続けたらガッツが死んじまうぞ。どうしよう、私のせいだ。
また私どうすれば。あなたがやるのです。己の未熟を知り、力に溺れる危うさを知る今のあなただからこそできるはず。あの力の乱流の中の剣士殿にあなたが道を示すのです。やってみます、お師匠様。私あの人を。これは炎、怒り。これがあの甲冑に宿る憎悪の乱流。これはガッツさんの憎悪が甲冑の王道を帯びて憎悪をなしたもの。いけない、流れに委ねてはあなたはあなたでいられなくなる。思い出して、自分が誰か。どうでもいい。どうでもいいはずがない。思い出して、あなたが旅するわけ、今戦っているわけを。どうでもいいもののために、人間の魂はこんなにボロボロになったりしない。旅、戦い、わけ、これは誰だ。思い出して、彼女の名はキャスカ。キャスカ。あなたの名はガッツ、楽園の剣士ガッツ。楽園の娘キャスカを守る者。さっさと逃げるぞ、敵が迫ってる。でも、お師匠様がまだ。お行きなさい。もうこの森も長くはありません。巣立ちの時が来たのです。ここよりいでて己の道を探しなさい。あなたと過ごした日々は短かったけれど、私の長き生の中で最も安らぎに満ちたひとときでした。ありがとう。お師匠様。命はその形を変えるだけ。あなたの夢の中でまた会えるわ。目の前の運命をつかむか否かはあなた次第。あなたの巣立ちに祝福を、愛しき子よ。さよなら、私の日だまり。これが海かよ。と、でき。楽しそうですね。石泥さん山育ちだそうですから無理ないですね。海見たぐらいではしゃいじゃってお子ちゃま。こんなのただの大きな水たまりじゃない。いいもんだな。もうねえと思ってたぜ。日が沈むのをこんな穏やかに眺められるなんて。また眠れる夜が来るなんてよ。
再び眠れる夜がやってきた。だが黒き甲冑をまとうその体には異変が起きていた。散歩か。確かにこの月明かりじゃなかなか寝つけねえな。ガッツさん、傷が痛むのでしょうけれど、無理してでも休まれた方が。夜の海ってのはゾッとしねえな。ぼーっと眺めてるとこの真っ暗なうねりの底に吸い込まれちまうような気がしてくるぜ。私、海は初めてなんです。お師匠様がおっしゃってました。海は隔離世と通じてるって。美しくて優しい、不気味で恐ろしい、そんな風に万人の心の琴線に触れる風景、そういう場所はあの頃は想像するだけだったけれど、こうして海辺に立ち初めてお師匠様のおっしゃった意味が分かりました。私は今見知らぬ場所にいる。あれから少ししか経っていないのに、とても遠くに来てしまったような気がする。私はもう戻れない旅に出たんだ。できすぎなんだお前は。そうやって懲り行に自分の中でまとまったり、他人の気遣いばかりしてる方が気が紛れるかもしれねえけどな。そんなことガキの自分からそんなことばっかやってるとひねた大人になっちまうぜ。私たち魔術師にとって親しき者と死に別れるということは、あなた方宇津世の人々にとってのそれとは意味が違うのです。隔離世と宇津世の両方に身を置く魔術師にとって、死とは終わりではなく新たな偉大な生命へと羽化することで、決してシールケ、決して悲しむことでは。なんだかスッとしました。目と鼻が潮風でピリピリします。実を言うと俺もだ。体中な。あ、やっぱり無理してる。そっか、シール家ももうお年頃か。でもまさか初めての人がこんなおじ、もっとい年上だなんてね。ちょ、イバレラ、ワイルドな年上の人に初めて芽生えた少女の淡い思い、いやー、くすぐったい、ラブリーン。あー、客だ。あんた、やはり生きてたか。その言葉、そのまま返そう。今日は何の用だ。
見舞いに来たわけじゃねえんだろ。あんたがここにいるってことは、まさかこの近くに使徒が。目はいくつかの色を失い、舌は味を失う。指先は震えに疲れる。どうしてそれを。それは兆し。その鎧を帯び、強戦士として戦いを重ねれば、光、声、ぬくもり、多くのものをお前は失うことになる。さすがは我が家のお蔵出し呪いのアイテム、えげつないわ。そんな、いけすかねえな。相変わらず何でも知った風な口ぶりだぜ。ご忠告痛み入るがね、あいにくそんなことにはなりゃしねえよ。もう二度とあんなざまにはならねえ。次はシラフでこいつを使いこなしてみせるぜ。そうです、そんなことにはなりません。私がそうはさせません。失礼ですが、あなたとお師匠様は一体どのような間柄なのですか。この甲冑はもともとあなたが身につけていたものなのではありませんか。レイジの森の魔女のマナ弟子だけあって、なかなかに探しいものだ。いかにもその鎧は我が身に帯びしものであった。遠い昔、我らは友だった。ちょうど今のお前たちのように。その鎧に宿るオドは、決して消えることのない炎と同じ。火種はくすぶり続ける。気があれば、たやすく豪華と化す。たとえ呉服が施されていようとも、夢夢侮らぬことだ。お前が人としてあり続けたいと望むのならば。あの、シールケさん、折り入ってお願いがあるのですが。はい？私に魔術を教えていただけませんか。ファルネーゼ様、今なんと。へえ、ファル姉ちゃん魔女になりてえんだ。へえ。
トロールの一件以来、私ずっと考えていたんです。あの時は正直心が震えました。恐ろしさと感動のあまり、あなたの起こした奇跡、魔術という見業に。私は初めて足を踏み入れた未知の世界で、ただ膝を抱えて縮こまるだけの無力な存在でした。でもこんな私でも誰かを守らなければならない時があって、その勇気を与えてくれたのがキャスカさんと、あなたにいただいた一振りの魔法の探検なのです。でもあれはただの銀のナイフで。なんか聞いててこそばゆくなるわ。言うことがいちいち大げさで。私にとっては紛れもなく魔法の探検でした。ははあ。フローラさんはおっしゃいました。大いなる謎を受け入れ、世界の内より万象を探求する、それが魔道であると。もし未知なる闇を照らす断りの光があるのならば、どうかこの私にお授けください。魔術とは本来物心つく頃から修行を始めないとなかなか身につかないと言われています。それは何よりも、人は年を重ねるほどに目に映る宇都よという世界観に縛られて、その固定概念を打破することが難しくなるからです。でも散々恐ろしい目に遭ったファルネーゼさんなら、その心配はなさそうですね。私自身まだ修行中の身ですが、手ほどきぐらいならできると思います。よろしくお願いします、先生。ザー、ファルネーゼ様、魔女。魔女取りが魔女に。いしし、ファル姉ちゃんらは水浴び中。ここは子供の特権を使って一緒に。ギャボー。さて、追っ始めるか。ブイヤベース風磯鍋です。久しぶりの海の幸なので腕を振るったつもりでしたが、塩が効きすぎましたか。いや、ちょっと口の中の傷に染みただけだ。いけるぜ、こりゃ。しかしなんだな、その頭。もはや黒い剣士って感じじゃねえよな。ちょびっと白い剣士。ほぼ黒い剣士。勝手に言ってろ。んで、結局どういうとこなんだ、おめえの国ってのは。あえてもうさば。エルフヘルム、そこははるか西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる、以下同文。エルフヘルヘルちゃう、エルフヘルム。
おめえみてえのがうじゃうじゃいいんだろ、エルフヘル。私聞いたことあります、お師匠様から。西の海にある伝説の島で、名前はスケリグ島。霊樹の森と同じ狭間に属しているので、海図にも乗っておらず、普通の人間にはたどり着くことはできないのだとか。その島ではエルフたちと一緒に多くの魔術師が暮らしているそうです。私も一度この目で見てみたいと思っていました。どうしました？霧に紛れて何か来る。いつもの資料さんたちでしょうか。語符は完璧です。そんなことはありえないはず。このオドは資料よりも霊樹の館を襲った怪物たちに近いです。確かにこの感じは死と来ます。バカでっけえトカゲはドラゴン？違います、これはワニ、異国の動物です。動物に霊を宿らせて作り出した魔導生命体、スカイマよ。誰かが操ってるに違いないわ。小屋を守る陣を張ります。少しの間時間を稼いでください。今度は満月、魔術の力が最も発揮されます。ここが聖地でなくても陣を張れるのです。数が多い、ここは手分けして当たりましょう。
燃焼に集中できない。敵接近、すぐ排除して。これでひとまずこの部屋は完全です。機械の部屋を操る術者を探します。いました、海辺の岩陰です。少し時間を。いました、洞窟の中とその先の浜です。ワニは俺がやる。ガッツは実践をやってくれ。スカイマは肉体を持った存在なので防壁の効力には限界があります。気をつけて。中は暗いな、迷いにならねえよ。気をつけろってか。守られています。先に洞窟の中の術者を倒してしまいましょう。
してな。けどえげつねえ戦いっぷりだな。伝説によれば強戦士と呼ばれる者は味方にとっても恐怖の対象だったそうです。近くにあるものは全て敵味方問わず切り伏せた体で伝えられています。まさかガッツがそれだって言うんじゃ。闇夜の海原から俺を深い水底に引き寄せるうなるような轟き。敵は倒しましたけれど、こちらのことが分かってない。来る、皆さん下がって。おい、まだかよシールケ。正気か。ざまあね、結局あいつの言った通りかよ。そうやって自分の中だけでまとまっているとひねた大人になっちゃいますでしょ。そうだったな。そうだぜ。なんだか知んねえけど、こいつの魔法がありゃ正気に戻れんだろ。だったらいいじゃん。
あなたは事の重大さが分かっているのですか？一歩間違えばガッツさんの命に関わる。んなのいつものことじゃんよ。やばい目にあったかもしんねえけど、俺らが生きてんもその甲冑のおかげだろ。私もそう思います。今はできたことに純粋に喜ぶべきです。危ないのは承知の上ですし、こうして全員生き残れたのですから。たく、女子供に寄ってたがって慰められちまうとは立つねえな。ま、今回はそういうことにしておくか。あとほんのわずかで俺は。